はい、ノクさん、暗号通貨のことについてメッセージありがとうございます。今回はね、暗号通貨の税金についてちょっとお話しましょう。と前にね、暗号通貨のビットコインの自動販売機とか、あの ADA の ATM とかありましたよね。確かにあの普及を一生懸命後押しした会社もいくつかあったと思いますけども、今はまあ鳴りを潜めていると言いますかね、結局受けなかったということですけども、これね、私すごいのは、これはね、受けないだろうと思ったんですよ。でもそれを ATM の機械を作ったり、そこに何百万という投資をして、あ、これでね、両替の金利がもう儲かるんだと思ってる人、ちょっとね、見通し甘かったなと思うんですよ。で、暗号通貨ってのは取引手数料が安いのがポイントなのに、でも手数料がね、1割ぐらい落ちるんだっていう話をしてくる人がいるんですけども、これよくそんな話に乗るなと思っちゃったんですよね。まあ、そういうような形で、私はね、暗号通貨の ATM なんてのは、これはね、出るわけないと思ってたんですよ。むしろ暗号通貨の ATM ってね、そのバーチャルでスマホでやり取りできるからメリットだったのに、なんでそれをね、現金で使うとかね、引き出すみたいな発想になるのかなというふうに感じながら結構腹の中でね、あ、それはもうちょっとダメだろうと思って笑ってたわけなんですけども、まさにその通りになって、本当これは見通し立てなくちゃダメだろうと思ったんですけども、本当に買った方とかそこに投資した方にとってはね、非常に胸をえぐるようなことになると思いますけども、まあ大体真実っていうのはね、自分に辛いものですから、一つの学びになるかなってことですよね。まあいろいろありますね、暗号通貨のことに関しました。で、暗号通貨の税制なんですけども、確かにね、課税っていうのは重いポイントになると思います。で、この課税に関しては、税理士さんも暗号通貨関係のは取り扱わないところが多いんで、なるべく早くね、暗号通貨関係でもやってくれる税理士さんと契約することが必須になるわけなんですけども、すでにやってる人ってもう少ないんじゃないかなと思うんですよ。で、私の場合はね、暗号通貨の決済に関しましては、まあ、日本円に基本的にしないっていうスタンスでやってます。で、暗号通貨をはじめとするマルチカレンシーの銀行がありますんで、そちらの方に、暗号通貨の決済はね、流していこうかなと思うんですよ。要するに日本の金融口座に入ることは、私の場合は暗号通貨に関してはないかなっていうところでございます。世界を見て回すと、まあ、東南アジアを中心に結構税制でね、有利な銀行ってあるわけですよ。そこで課税をしていただいて、そこで高い金利をつけていただいて、その国の金利をつけていただいて、で、全てきれいになった状態で、まあ、日本円にするかって言ったら私はしないですね。そこも用心深く現地で使うためのお金にしておこうかなと思います。ということで、私の暗号通貨は一切合切なくなるわけなんですよ。日本円にはもうね、永遠にしないというスタンスでございます。だから日本円で暗号通貨を買うんだけども、利益確定を永遠にしない状態で海外のどこかにこうストックされるみたいな感じですよね。だからその国に行かなければ、私はね、その投資した暗号通貨、それから増えた暗号通貨、全く使うことができないんですよね。まあ、ですんで、海外暮らしをこう絵に描いてね、できればその増えた暗号通貨で、豪邸を建ててね、そこでも暮らせるようにデュアルライフを考えていたんですけども、2020年今年ですよね、こういう感染症になってしまって、ちょっとそれもうまくいかないなって感じなんで、まあ、どうしようかなってことをのんびり考えていこうかなと思います。考えてるうちに暗号通貨が値上がりして、金利も上がって、なんかね、待ってるだけで上がるという、まさにね、投資だなということを考えてますけども、同時にこれはね、大きなリスクでもあるんですよ。そうなんですよ、ゼロになる可能性があるんですよね。あと私の場合でしたら、もしかしたらそういうことをしてること自体が国税にチェックってこともあると思いますんで、この動画上げて大丈夫かなってところがありますけども、日本にはね、持って入りませんので、利益確定は永遠にできないと思いますんで、その辺はね、涙を頂戴でお願いします。あとね、ちょっとね、これもね、リスクのある方法でありますけども、暗号通貨の現金化の課税を逃れる方法っていうのはまだ他にもあって、それはね、相対取引なんですよ。相対取引っていうのは、金融機関を通さずに個人と個人でやり取りをするんですよね。じゃあ ADA の通貨を10万通貨あるから、はい、お願いしますって感じで、じゃあこっちにね、ドル札があるからドル札と交換しますみたいな感じで、それに相当額と手数料を抜いた額をこう交換するっていう方法ですよね。まあ、これっていうのは完全に足がつかないし非課税になりますけども、まあリスクは高いですね。リスクは高い、かなりというのが、相対取引の相手がドロンする可能性がありますからね。私はちょっとこれに相対取引は全く関わってませんけども、相対取引を推奨する LINE グループとかサイトもあるみたいなんで、
まあ興味のある方は行けばいいかと思いますけれども、私はそういう危なっかしいとか行きませんのでね、おすすめするわけではありません。そういう方法が現実あるよっていうことだけはここでねお伝えしておいて、動画の方終わっていこうかと思います。今いろんなね税金に関しては考え方があります。暗号通貨で大きく儲けたんだから大きく課税をして、貢献したぞって思う気持ちもね、根底には皆さんあると思いますけども、さすがにね納税するときに現金積むときって、私もね毎年の納税のときに思うんですけども、この金があればなと思いながら入れるんですよね。なんかそう悔しいというかね、この金が国庫に入ったら消えるだけなんですよね。で10万円の特別定額給付金にもならないというね。もうねこれだけ払ってるんだから、せめてねこれ私の税金分だけでも特別定額給付金をなんか何人かの人に10万円にしてね、配ってくんないかなみたいなことはありますけども、そうはならないということでございます。それでは本日は以上です。なんかね私の愚痴動画になりましたね。失礼します。